どうも、ライオンです。この動画は私がドラゴンクエストについていろいろとおしゃべりするドラクエトークになります。今回は DM をいただきました。はい、ライオンさん、こんにちは。こんにちは。最近ゲーム関連の動画から見始め、いつもその声に癒されております。ありがとうございます。ドラゴンクエストのトークテーマをお願いしてもよろしいでしょうか。はいはい。私はドラクエ11が大好きで、ドラクエロトシリーズ、天空シリーズにつながっていくような演出に感動して、改めて別シリーズにも手を出したくらいです。多くの方の考察では、11のエンディングの後の世界がドラクエ3から続くロトシリーズに、勇者が過去へと戻り、神たちが残された世界がドラクエ6から続く天空シリーズになっていくというものですが、当の堀井雄二さんは、パラレルワールドにはならないで一個にまとまっていくとおっしゃっていました。個人的には11からロト天空に分岐していくのが収まりが良かったので少し引っかかっているんですが、ライオンさんはどう考えられますか、とのことです。はい、そうでしたね。ドラクエ11が出て、でみんながだいたいクリアしたぐらいの頃にね、ドラクエ11っていうのは後にロトシリーズに繋がっていく物語だったんだっていうのとか、あと物語の途中でね、主人公は過去に戻ってっていうくだりの中で、まあ、主人公が時間を超えて過去に戻っちゃって残された、ね、神たち、ね、彼らのその後の、ね、未来っていうのが天空シリーズになっていくんじゃないかっていうね。神の、ね、風貌は6の主人公に似てるじゃないかっていうね、話が、すごい盛り上がってたのを覚えてますけれども、しかし、堀井雄二さんは、ね、そういう風なパラレルワールドになるんじゃなくて、ね、一個にまとまっていくんですよと、ね、みんなが幸せになっていくんですよみたいな、そんな、ね、ことを話されてましたが、で、これどう考えられますかってことなんですけども、私もね、ただの一プレイヤーで、はい、言ったら、いろんな考察とかをするにあたっての、なんでしょうね、情報とか、ね、もしくはこういう、なんだろうな、ファンタジー作品ってのはとか、いろんな、その周辺を埋めるような知識たくさん持った方とかいっぱいいらっしゃいますけど、私はそういうのはそんなないんですけども、なので、特になんかこうだからっていうのもない、ただの、一プレイヤーの、感想とか思ってることみたいな話になりますけども、そこは、ご容赦くださいね。はい。で、まあ、この、パラレルワールドじゃなく一本になっていくね、時間を過去に戻って、こんな風に改変されていくっていうような話でどう考えたらいいかっていうのは、これはもう、過去の、ね、これまでのドラゴンクエストのシリーズの中で、ね、時間を旅するとかね、タイムスリップするっていうようなお話は結構ありますんで、ね、それらがどうだったかっていうのを思い出すことがヒントになるんじゃないかなと私は考えました。はい。で、まあ今までもね、いろんなドラゴンクエストのナンバリングタイトルだけでも、ね、いろんな、時間旅行とかね、タイムスリップしています。ね、それぞれ思い出に残っているものもね、あると思うんですけれども、まずは5ですね。ここにはゴールドオーブっていうある重要アイテムがあって、これは、主人公が幼少期にね、手に入れるんですけども、で、その少年の頃の主人公っていうのは敵の手によってね、捕まってしまいます。で、その際にゴールドオーブっていうのは破壊されてしまう。で、後に青年となった主人公はそのゴールドオーブを必要とするんですけども、もう破壊されてしまって、ね、もう存在しないと。で、時間旅行をしてですね、ね、過去に戻って、幼少期の自分にそのゴールドオーブをね、見せてもらって、偽物とすり替えて持って帰ってくる。そういうくだりがあったりするんですね。で、まあ、ドラゴンクエストでね、過去へのね、時間旅行といえばやっぱりセブンでしょうね。はい。まあ、石板の力によって封印された島の過去の世界に行って、そこでいろいろと問題を解決することによって、ね、その封印が解かれ、ね、現在の姿としてその島が現れるっていうような、ね、過去と現在を行ったり来たりするっていう、ね、そんな話がセブンではね、もうずっと描かれております。そして、ドラクエ10、ね、最近オフラインやった方はね、経験されたと思いますけれども、ね、いろいろなことで話題になっている、フルッカですけれども、まあ、この辺の話っていうのは、その、まあ、
バージョン1のね、ドラクエ10バージョン1のまあラスボスであるネルゲルの城に向かうには空を飛ぶ船ね、ハジャブネっていうねものが必要なんだけれども、その術を使える人がもう現代にはいなくなって、ハジャブネの術は途絶えてしまっているということなんで、500年前にねタイムスリップしましてね、時渡りができるっていうのがね主人公のねすごい能力なんですけども、その500年前に戻ってそのハジャブネの術っていうのがねちゃんと現代まで継承されるようにいろいろと活躍して帰ってきて、で、ちゃんと継承されていたハジャブネの術によって、まあ、ネルゲルと戦いに行くっていうねお話だったんですけども、でドラゴエ10だと後にバージョン4ではもう数千年の時をね渡ってね、過去に行ったりね、時には未来に行ったりとかいろんなことをしてですね、過去未来いろいろ冒険して戦うっていう話があ あるんですけれども、あとね、まあ、ちょっと変則的なものにはなるんですけれども、ドラゴエ3で、テドンの村っていうで、これはもう主人公たち勇者たちが到着した時点ではすでに、まあ魔王バラモスによってね、滅ぼされているんだけれども、夜になるとなぜか、その破壊される前の住人たちがね、普通にそこでね、もう建物なんか壊れているんだけれども何事もなかったかのように暮らしているね。でこれがまあ、いろんな考え方あると思うんですけども、ね、夜になるとね、滅ぼされた村の人たちの幽霊が闊歩する世界っていう風に、考えるよりかは、あそこはどっちかっていうと、夜になると過去と現在が入り混じった不安定なね、世界になると思ってまして。っていうのは、そこの、檻の中に捕まってる囚人っていうのが、重要なアイテムのグリーンオーブっていうのを持ってるんですよ。で、昼間に、その、牢屋の中調べると、ね、このグリーンオーブを勇者に渡したかったのにっていう遺言を書き残してるんですね。で、その夜のね、その住民たちがなぜかいる、その時にね、まあ、ある手段でもってその牢屋の中に入って、その囚人からオーブを受け取ると、今度昼間、受け取った後昼間ね、見ると、ね、死ぬ前にこのオーブ、あのオーブをね、勇者たちに渡すことができてよかったっていう遺言に書き換わってるんですよ。はい。まあまあ、それは結構特殊なね、タイムスリップというか、ね、お話ですけど、まあ、こんな風に描かれているのをいろいろ見ますと、ドラゴンクエストの世界っていうのはこれまで、過去に行って、いろいろとその過去に介入することによって現在を、変えることができる、そういう世界になっているんですね。はい。で、まあキャラクターデザインねされている鳥山明さんの描かれているドラゴンボールね、これはそうじゃないんですね。で、ドラゴンボールっていうのはまあ人造人間編っていうお話があって、まあ人造人間によって世界が本当に滅ぼされてしまうと。ね、なぜそうなったかっていうと、もう随分前にその主人公の孫悟空は心臓の病で死んでしまった、ね、あの時にグーさんが生きていればこんな今にはなってなかったのにっていうことで、トラックスが、タイムマシンに乗って、ね、過去を改変に来る。でもドラゴンボールの世界ではそれを行ってもトランクスが元いた時代に戻っても何も変化はない。また悟空が死ななかったという別の、未来ができるっていう、この考え方がおそらく、ドラゴンクエスト11 タイムスリップしたことによって勇者がいなくなった世界、タイムスリップした後またその活躍した世界の2つに分かれたっていう風なのに似てると思うんですけども、ドラゴンボールではそうなんですけども、ドラゴンクエストに関しては、これまで その時間移動の、お話見てもそうはならずに過去で、行ったことによって現在を変更できるっていう、まあ、大体タイムスリップものってこの2つに分かると思うんですけども、ね、ドラえもんと同じですかね。その、ドラえもんって、お話の根本としては、はるか未来のね、自分の子孫が、ね、自分の現状が良くないのは、ご先祖ののび太くんっていう、その世代に、いろいろとやらかしてるからだと。ね、ここを変更すれば今の自分がすごい良くなるってことでドラえもんを送り込んできてっていう、ね、その根本になってるのはそういう過去改変によって現在を良くするっていう、ね、そういう話なんですけども、ドラゴンクエストは割とそれになってると、ね、まあ、もちろんそのドラゴンクエスト、ドラゴンボール的なね、過去に介入しても現在は変わらない、ね、現在を、ね、
過去に戻って変えることはできない。今頑張ることによって未来を変えることしか僕たちにはできないんだって。それはそれでね、こう、いいお話なんですけれども、ちょっと優しみになっているドラゴンクエストのね、現状本当にどうにもなんないから過去のあそこでの失敗をやり直してくるとか、そういうのができる世界なんですね。いろんなその過去のドラゴンクエストの時間旅行の話を振り返ると。ってことは、ドラクエイレブンで、まあ確かにね、勇者がいなくなってしまって取り残されるみんなみたいな、絵はあるんですけれども、そこからもう上書きされてしまって、ね、過去に戻っていい感じのことに未来の記憶だったり経験だったりを持って過去に戻っ、ね、過去に戻り、より良い未来に、より良い現代にしていく、ね、過去をちょっと触ることによって今の現在をちょっと良くするとかね、そういうことができてしまうので、まあ一本ね、一つのお話になるっていう、堀内さんの言ってることはそういうことなんじゃないかなっていうふうに思います。ってことは、ドラクエイレブンのお話っていうのは、過去に戻って、でもう一回やり直して、ね、イズゼルファを倒した。ね、そっから、ロトシリーズになっていくっていうのはわかりますけど、じゃあ、やっぱ天空シリーズっていうのは、もう関係ない、全く別のね、異世界のお話なんですかっていうと、実はイレブンが、出るよりももっと前から、この天空シリーズとロトシリーズっていうのは繋がってるっていうふうには言われてまして、最近聞かなくなったんですけども、以前は割とそういう話もあったんですよ。っていうのは、まあ、ドラクエ6、天空シリーズの一番最初ですよね。で、ドラクエ6が発売された翌年にドラゴンクエスト3、リメイクのね、スーパーファミコンの、スーパーファミコン版ドラクエ3が出るんですよ。で、ここで、いろいろと、6の中にいろいろと含まれているものであったりとか。で、リメイク版で作り直した3が、いろいろとそのドラクエ6と繋がるような、ね、もともとドラゴンクエスト3にあったものが、ドラゴンクエスト6に繋がりそうな感じのものがいろいろあるんですけども、さらにリメイク版の、ドラクエ3によって、その補助線がいっぱい引かれたっていうのが結構ありまして、中でも、まあ、まず6の中には、ロトシリーズでおなじみの精霊ルビスが登場したりとかしますね。で、今度はリメイク版のスーパーファミコン版以降のなのかな、ドラクエ3にはドラクエ6で出てくる、ね、ゼニスの城ってありますけども、そのゼニスが、ね、ドラクエ3の、まあ、ゾウを倒した後の、まあ、ボーナスステージ的なところに、ね、登場したりとかするんですよね。あとドラクエ3には新たに、スーパーファミコン版ドラクエ3には新たに、小さなメダルっていうアイテムが登場して、それを持っていくとアイテムに交換してくれるメダルおじさんっていうのがいるんですよ。で、そのメダルおじさんの傍らには、兵士がいて、なぜかその兵士っていうのは、自分でもよくわからないんだけども、このメダルおじさんを私は守らなければいけない気がしたと。ね、できっとこの人は、後に、この人のやってることは、後にそういうことになって、きっと魔王すら恐れる存在になるはずだって。で、いう、そういうセリフがあるんですけども、一方、ドラクエ6の方では、その小さなメダルを集めると、アイテムに交換してくれるのはメダル王なんですね。小さなメダルの王様なんですけども、でその小さなメダル交換場所は、やはり、すごいアイテムをね、冒険者、勇者に与えてしまうということで、魔王が恐れて封印してしまってるんですよ。まあ、そういう、なんかこう、ブリッジ的なものがね、そのリメイク3によって、6そのものが割と、ロトシリーズに繋がりそうなやんわりしたものがある中、さらにその補助線をリメイク版3で引かれてるっていうのがあって、あ、そうそう、天空シリーズで、結構重要なアイテムとして天空の剣っていうのがあるんですけども、これが6では天空の剣という名前じゃないんですね、ラミアスの剣っていう名前なんですけれども、これが後に天空の剣になっていく、4、5とね、なっていくんだけれども、6の段階では、ラミアスの剣。しかも、この6のラミアスの剣も、主人公が手に入れるよりも、もう、ずっと前からこの世界に存在するもので、ね、そのまんまでは使い物にならないぐらい、もう劣化していたと。で、それをまあ、ね、いろんな方法で鍛えて強くしていくっていうのはあるんですけども、このラミアスの剣っていう名前が、やっぱり3とか意識しだすと、ふと、ね、繋がるのがやっぱり、不死鳥ラーミアとかね、その辺から繋がるものなんじゃないかと、
ね、思ってしまったりもするんですよね。で、まあ、中盤まで、その、ドラクエ6においての、まあ、大ボスとしてね、描かれている無道っていうキャラがいるんですけども、ね、その無道が、根城にしている城、そしてその城がある島っていうのは、精霊ルビスが言うには、この島は過去、幾度なく魔の者がね、救っていた。なんかそういう、邪悪なものを呼び寄せるような、なんか力が働いているのかもしれないっていうようなことを言うんですけども、その無道の城、その城のある島っていうのが、デザイン的にかなり、そのドラクエ3のゾーマの、ドラクエ1の竜王のね、城とあの島にね、とても似通った感じになっていたりとか。あと、まあ、後の3リメイクによって浮上線が引かれたっていう部分で言うと、ドラクエ6のオープニング、ね、まあ、主人公たちが野営しているところ、そして、無道の城に向かう断崖絶壁っていう、その地形のつながりが、ドラクエ3リメイクの方では、夢の中で見た勇者がルビスと、ね、会話をする、まあ、性格診断をされる、そのエリアにすごく似てたりするんですよね。はい。で、そもそもドラクエ6とドラクエ3の一番似てるところっていうと、世界が二層構造になってる。上の世界、下の世界があるっていう。ね。まあ、ここもあの、いろいろ、もう本当に妄想ばっかりなんですけれども、ね、ドラクエ6流のね、考えでいくと、実はあのドラゴンクエストの3の上の世界、下の世界っていうのは、やっぱり上の世界が夢の世界になっていて、ね、アレフガルドの人々がね、大魔王ゾーマによって支配されてしまったこの世界を救ってくれるものが現れないかなという思いによって生まれた、ね、上の世界の勇者伝説。で、そのね、上の世界で、過酷な冒険を経て、戦いを経て、ね、歴戦のゾーマを倒しうる勇者が助けにやってくるという、ね、そういう夢がね、作り上げた存在なんじゃないかっていう風な話があったりとか、ね、6でもね、あの、エンディングの後に、あの、姿を消してしまう、ね、キャラクターとして、バーバラっていうの。彼女は、その、6においては、その上の世界、夢の世界の住人であって、で、下の世界の現実の世界の体を持ってないと。ね。それのつながりが不安定な、合体していた時代には、みんなから姿が見えたんだけれども、ね、すべての戦いが終えた後には、彼女は見えなくなってしまう。で、一方、3の勇者っていうのも、ね、有名ですけれども、大魔王ゾーマを倒した後の、ね、祝いの場で、ね、姿を消してしまったっていう。やっぱりこれも、すべてのね、もう、魔の者を倒してみんながね思い描いていた夢の世界の住人の勇者はね、消えてしまったその上の世界夢の世界とともに消滅ね消えてしまったどこかに行ってしまったんじゃないか、まあ、見えなくなってしまった正しいのかなそこには存在するんだけどもね現実の世界の、人たちとはちょっと干渉できないところに行ってしまったっていう、ね、そういうふうに考えられる話があって結構いっぱいいろいろあって、あのドラクエ3と6がすごい似てたりとかね、する部分があったり、後に作り直されたリメイクによって、さらにその、つながりが濃くされたっていう部分があって、ドラクエロトシリーズの後に天空シリーズが来るんじゃないかなんて話はね、前々からあったんで、まあ、その、11の歴史改変後の世界がロトシリーズであって、分岐はしないというふうな話があっても、その後に天空シリーズが来るっていう話は結構前からあったよっていう話も、付け加えてしてみました。結構長々しゃりましたけども、基本的には、私が勝手に見聞きしたものとかをくっつけて、妄想で喋ったものです。ご容赦くださいって言いましたよね。はい。じゃあ今回こんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。闇が空を覆う